ぬくむら講の悲劇を申し上げます。ぬくむら講は大阪城を死守するために大阪の陣においてその尊い命を落とされました。しかしこの時大阪天王寺において家康軍の本陣に迫り、まさに馬上槌を持って家康公を葬り去ろうとした一瞬があります。